つもと違いましたね。はい、いいんですよ、どんどん行きましょう、どんどん。はい、今日ご紹介するのはこちらの2個です。何でしょうこれ。マグネットですか。イエス、こちらフィジー代表オフィシャルのマグネットですよね。マグネットといえばもちろんここは知らないけど、あ、ついた、当たり前ですよね。何ももうない、見せることはない。あ、これつきちゃう、ほらつかない、あ、ついた、ほらね、これだね、あ、ついたね、ついてます、ついてますからね、マグネットでございます。はい、で、何を、匂いや、何に使うマグネット。冷蔵庫。イエス、俺もなんだよ。俺ひそかに実は趣味があって、みんなのに言ってなかったかもしれないけど、俺マグネット集めるの結構趣味なんですよ。行った国々とか、あ、絶対あるんですよ。絶対あの観光地とか行くとマグネット売ってて、うん、で、まあ、ほとんど行った国では買ってるんですね。でもう冷蔵庫いっぱいになっちゃったんで、うん、自分の寝室にですね、最近なんかこういう色のシートがあって、シート貼ると、ああ、ありますね。マグネット貼れるみたいなシートを勝手にタンス、うん、タンスっていうかこう、クローゼットみたいなやつを横に貼り付けて、もうそこに今、貼りまくってるんですよ。で、一人でですね、家に、部屋にいる時とかですね、その眺めて、ああ、行ったな、なんていうね、思ってる、こういう暗い性格なんですよ、実は。インドあります？あ、当たり前インドいっぱいある。インドいっぱいある。いっぱいあるところ、その、デリーもあるし、アームリットさんもあるし、その行ったレアなところ、さすがにね、ジャランダーではなかったんだよ。ないってことかもあるんだよ。普通の珍しい、例えば上田とか多分、あ、上田はあるかもしれないけど、上田、日本で言ったらさ、普通のなんかさ、町とかになさそうじゃん、なんか、ないだろ、長野駅にはありそうだけど、上田とかになさそうじゃん、なんかそんな感じだよ。だからないところもあるんだよ。だけど集めてるんですよ、僕。でその中でですね、こういう、これ場所じゃないけどね、チームのやっぱりマグネットって結構ね、需要があったりするんですよ。あのオールブラックスのマグネット、うちずっと売ってますけど、もう超ロングセラーです。何十年、10年ぐらい売ってますけどね、ちょろちょろまあ売れたりとか、分かる、気持ちは分かるんですよ。あのうちはね、やっぱ子供多いんで、あの、なんていうの、来た書類とかあるんですよ、学校からの書類とかを忘れないために冷蔵庫にピッて貼る時のやつが、こういう丸いなんか赤いやつあんじゃん、ただの、うん、普通のやつ、普通のマグネットで止めると味ないじゃん、ね、それをやっぱこういうフィジーラグビーにピシッて止めるとですね、これ気持ちが上がるわけですよ。こんなにね、俺まさかのこんなにテンション上がったんないよ。だからマグネット好きの俺からするとかなり俺は好きな、好きなタイプだって。我が家の冷蔵庫、まずサンウルブズとかあるもん、オールブラックサンウルブズあとさ、多分オールブラックたまにさ、なんかあの、あれついてないじゃん、栓抜きついてる、うん、ああ、もうついてるし、あれ、ただね、栓抜き必要な、このまた話しちゃう、栓抜きが必要な酒、最近飲んだ？いや、飲んでないな。ないのよ、最近、ね。ニュージーランドとかだと瓶でビールとか飲むから、うん、あれ必須なんだけど、ね、日本ってもう缶とかさ、ね、こういうのばっかじゃん。うん、ないの、いろいろなくなっちゃってんだよね、換気、換気じゃねえや、栓抜きがね。ちょっとね、気になっちゃって。確かに。で、この前ですね、うちの社員でいるね、あの女子ラグビープレイヤーに聞いたらね、どうっつったら、いや、私なんか別に栓抜きが なかった場合は歯で開けます。え、それ何で開けるんですか。歯でどうやってことだろう、今度開きませんって言って、お前すげえなって思った。歯強いんだやっぱ、あの人歯で開けるあの人歯で開けるっつって怒られそうで歯で開けるっつって。あと僕の相棒ね、あの最近久しぶりに登場だけど、ニュージーランドの NBU とかはなんかこうライターとかあるじゃん、100円ライターとかこの辺なんか持ってポンとかとパンってでも栓抜きの技とか持ってる人いない？あのあとさ、バーベキューのさ、こういう炒めるヘラみたいなやつを先っぽでキュンとかやってパン開けるやつとか、スプーンとかもいた、いるいるいるのよ、スポーンでしょ。あとなんかこう2個でこう、ああ恐れやった、こういうとこでなんかポンとかやるよ。今栓抜きの話してんだよ、わかんないよな、ごめん。そうポンとあったよね。いるいるいる。あるね。だからそういう、もう、栓抜きの話はどうでもいいんだけど、そういうのがあるんでね。あの、そういうためにですね、これじゃないですけど、あの、栓抜き付きのマグネットっていうのをうち置いてますからね。置いてたかな？置いてるよね、たんまだね。あの、オールブラック商品の中にありますね。よし、見ていただきたいと思います。あとですね、マグネットといえばですよ。これまあ見ればわかるんですけど、映ってないかな？ここに入ってるのがわかるでしょ。磁石入ってるんですよ。まあそれはこのゴム自体はね、曲がらないんで、まあ止まるんですけど、実はここだけの話ですよ、あのマグネットって、強さがあるんですよ、うん、どんぐらい要は強いかっていう、確かガウスっていう単位だと思うんだけど、ガウス、なんとかガウスの
1万ガウスとか5000ガウスとかで、海外からこれ入ってくる、これメイドインチャイナなんですよ、うん、輸入する際に聞かれることあるんですよ、何ガウスですか、知るわけねえと、俺マジ最初に電話あるんですよ、あの東京税関、間違った、通関じゃねえや、飛行機乗る前だから中国だ、中国から電話あったんだ、俺ウィチャット Excuse me sir みたいな、How many ガウスって言って、何がみたいな、マウスってこと最初、いやいやマウスなんか入れてねえよってマグネットとかで、Yes マグネットなんとかなんとか、マガウスガウスとかで、何言ってるか全然わかんないんだけどって、ちょ一回待ってくれっつって調べたら、その磁力の強さがあって何ガウス以上になると乗せられませんみたいな飛行機、ああそんなの大変な話なんですよ、だから多分飛行機のケーキとか狂っちゃうんじゃない、あんま強いの入れると、なんで実はあの輸送できない商品の中に結構あるんだよ、でそれで言うとね、まさかのですよ、こういうとこに貼れてたんだっけ、んこれピッペルキマンとかあるじゃん、ああうん、あれ、ま、磁石とかね、だからあれたまに飛行機持って入ろうとすると怒られるとかあるらしいよ、その磁力は持ってけも、で、あれ磁力強ければ強いほどいいみたいなのあるじゃん、うん、最強なんとかガウスみたいな、うん、通してくんないのかな、まずそれちょっと皆さん気をつけてください、しかもね手荷物だったら逆に OK なのかな、なんかねどっちかなのよ、預けちゃうと怒られるみたいな、うん、なんかあるんで、ちょっとこれから海外でね動き始めると思うんで気をつけてくださいね、でエレキ板貼ってるじいちゃんとかが多分捕まんじゃないかみたいな、ピーとかってダメダメダメみたいなね、いやそれ聞いたことないけど、あのねマグネット気をつけてください、マグネットは一時期あったんですよ、で一回俺ダメな商品を作っちゃったことあったのよ、ガウス、うん、高すぎて、確かサンウルブズの時に作ったのよマグネット、それが飛行機に乗せられませんなっちゃった、その磁力で、それで俺船で送った、しょうがねえから船で送ってくれみたいな、そういう世界ですからね、皆さん知らないところで実は落とし穴があるんですよ、なんでだからこれも来てよかったなと思ったの、これ普通にエアレ送られてきたんで、まあ 弱かねえけど、よくあるんじゃん最強なんとかマグネットみたいな、ああいうのはちょっと厳しいみたいですよ、ということで、あのちょっとだけね今日はマグネット講習会ってことですね、今後マグネットを輸入される方とかですね、ちょっと考えてたんですよっていう話を、まあ身になる話ですよね、させていただいたというわけでございます。あとですね、これごめんね、これもう一回、これね白いじゃん、はい、白いマグネットって、これマグネットの部分って、ああ違う違う、この部分ってゴムなのよ、うん、これね劣化とか経年劣化してくるとだんだんちょっと色つい茶色くなってきたりとか、うん、あとここ、このビニールに入ってんじゃん、これちょっとくっついちゃったりとかしてるんだよ、ここに、あもうちょっと全然関係ないよ、こうだからピピって剥がれるんだけど、もしかしたらたまにここにちょっと残っちゃったりする可能性あるんだけど、全然問題ないですからね、ちょっと拭けば落ちますんでね、それはちょっと、ただね劣化してきた、要はずっと冷蔵庫に置いてあったらいろんな体中に、実は冷蔵庫だと油とかあるんですよ、うん、揚げ物とかするから、うん、とかもしかしたらタバコ吸ってるとか、そういうのが、ね、ついちゃうと結構落ちないんで、それはもうねご理解いただいて、そういうもんだと、白いものはしょうがないです、あのねそれはちょっとご理解いただければと思います。はい、というわけでですね、中野ロシア今日ご紹介したのはこちらのフィジー代表オフィシャルのマグネット2種類のご紹介でした。こちらも全店舗にて展開予定になってますので、よろしければ見てみてください、はい。